今はお二人採用する立場だと思うんですが、うん、今回のように面接的なことをもう何万人とされてきたと思うんですよね。そういった中でお二人が一緒に働きたい人ってどういった人物像の方ってお伺いしてもよろしいですか。二つしか見なくて、一つはだからマイプライドって会社がやろうとしてるミッションビジョンになるんで、そこにすごく共感してもらっているのか、一緒の方向向いて仕事できるかということと、はい、もう一つはこれちょっと言葉でなかなか表現しづらいですけど、話しててもフラットな人いるじゃないですか。対等、少し倍ぐらい違うんですけど、はい、それでも普通に話せる人とかって、はい、すごくうちの会社の社風になってると思ってるんですよ。自分のことはよく分かってるから普通に話せれるわけであって、横柄でもないし、かといって他に用意書するわけでもないみたいな、なんか対等感で喋れる人っていう人が、はい、うちの会社の社風になってるんで、それを見てですね、他はもう特に気にしない。一言で言ったら会社のことをどんだけ好きかっていうところを一番見ていて、はい、それがさっきの中野さんも話してらっしゃったビジョンの共感っていうところにつながってると思うんですけど、はい、ここが一番ですね。細かいところいっぱいあるんですけどね、けど何が一番優先順位高いかっていうのは圧倒的にこれで、僕は人材業界に16年ぐらいいてるんですけども、やっぱり人がね一番パフォーマンス上げてくれる環境って何かって言ったら、楽しんでる時が一番高いんですよね。やらせるよりも自分からやりたいってなってる時が一番高いなって思った時に、じゃあそのやりたいって環境って自分がなりたい像と会社が向かってる像がやっぱ一致してるって結構大事だなって。技術はね後からいくらでも教えてあげられるので、そこを見て一番。それで言うと意外と志望通りって大事ですね。なんかですね、なんか僕の感覚なんですけど、はい、僕御社の方が好きですっていう風に言われるよりも、はい、コミュニケーションしてる会話の節々から会社のことめっちゃ調べてるなとか、めっちゃ愛持ってくれてるなとか、好きだなみたいなのがなんか伝わってくる感覚の方が強いかもしれないです、はい、おったんですよ、僕ツイッターもやってるんですけど、はい、僕の過去2年間のツイートを全部見てきて、で僕より詳しいんですよね、僕のことに。すごいな、やばいですそれは。でこれ多分好きじゃないとできないんですよね、はい。西崎さんがツイッターでこんなこと言ってたことを実際こんなことやってきましたとか、こんなことやってきましたみたいな、そういうことが伴ってくるとか、その文化に合うかなっていうのがあるかな。それを聞いて感想の方を伺ってもいいですか。やっぱり今おっしゃってくださったような、企業に対しての愛っていうのは確かにすごく重要だなと思っていて、私の友人がすでに第一志望に内定をいただいて就活が終わったんですけども、その人もその企業に対しての愛がすごくて、普通に会話してるだけでもそれがすごく伝わってくる部分がやっぱり強いので、私もこれからお話で核になるものだとか、そういったものを大事にして就職活動を進める中で、ここすごいいいなとか、ここの会館に行きたいなとか、そういったことを思った際にはそこに突き進んでいきたいなというふうに思いました。就職活動していくとたくさんこうやって悩むし、最後自分で決めなきゃいけないって、で決めたことは正解にしなきゃいけないとかっていうことに結構ね悩みが終始しちゃうと思うんですけど、はい、どう考えたって入社後の方が大事なんですよ。ほぼそっちの方が大事なんで、はい、決めたら入社後どうするかとかどうなっていくのかばっかりを考えるようにしていった方がいいですね。どっかの会社入ったら自分の人生全て決まるわけでもないので、はい、こう考えていって、でその中で社会人なんかやっぱプロなんでお金をもらって仕事するわけだから、プロとしてちゃんとやっていくためにどう考えていくかとかの方に意識を変えていくっていうのが大事なんで、入社はスタートラインになっちゃうっていう気持ちをできるだけ忘れないように頑張るっていうのが多分大事だと思うんで、悩むことはたくさんあると思うけど、まあそのことを思ってほしいなと思いますし、それさえ思ってたら多分自分の中で納得するような就職先に出会うと思うんで、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。もう第一印象からね、すごくいいと思いますんで、笑顔も素敵ですし、で、実際ね、学生団体所属したりとか、今インターンでね、活動やったりとか、行動も伴ってらっしゃるから、もう素晴らしいなと思いますんで、一点、まあ、アドバイスできることがあるとするならば、一歩踏み込む力を見つけてほしいなっていうのは僕が感じた部分ですね。これさっきのフラットに行ってお話あったのとちょっと近しいかもしれないんですけど、例えばじゃあコミュニケーションをしたじゃないですか、もっといろいろ聞かなきゃ知りたいなっていう感覚やったんですよ。僕からしたら、はい、すごく綺麗にご説明はしてくれたし、やり取りも対応できてたと思うんですけど、はい、で特にこれ大手とかね、であればもう100点の面接じゃないかなって思うんですけど、逆にまあ僕とか、多分中野さんとかみたいな会社に就職をしようと思った場合に、やっぱ何が一番重要になってくるかって、結構ファッション大事かなって思うんで
ですよね、はい、でじゃあその一歩踏み込むとかファッションをじゃあ伝えるとかっていうのは、まあ、今日 YouTube に出してますんで、はい、もしよかったら見てくださいチャンネル登録ということで本日は就活の悩みが解決されたと思うので、はい、引き続き就職活動を頑張っていただきたいなっていうふうに思っております。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。